やりゃいいんだろ。先輩を立てなさいよ。足並みが揃わなかったとはいえ、コーマが先駆。今日が悪いと放っておけば味方はそう崩れた。急ぎ前進するぞ。しょうがない、この霧に乗じて雪村様はやらせねえ。うちらが家族なら、あんたは私の弟か。こっちから願い下げだよ。姉切ってんなら雪村様の姉上みたいなもんだ。うっせえな、もう仕事しろよ。やっと出番か。追い込みに後藤又兵衛あり。これがおる限り大阪城は落ちるぞ。後藤又兵衛は雪村と並ぶ大阪の要よ。やつを討てば伊達の武名の上がろう。伊達全軍襲撃せよ。狙いは又兵衛が首じゃ。敵は猛将後藤又兵衛です。そうやすやすとは。武名におじけづいてはやつが思う。はいはい、そうじゃ。ならばわしが出る。やっと出番か。行くぜ。悪老淵では戦に遅れる大失態。汚名を注がねば死にきれぬ。身動きが取れない。このままでは人品だ。開門。かたじけない雪村殿。しかしまだ小松山には又兵衛殿が。戦国侍は時代遅れよ。鉄砲隊撃ち方始め。雪村、後のことは任せたぞ。敗北条件変更。稼げたか。すすきだ早殿将の死に様を見よや。敗北。任してるずみを逃がすな。さきら兼助、幕老
勝口のこと気にしてたんだ。無知ったのはこれだから。叩きは取ってやるよ。またメイ殿、我らの到着が遅れたばかり。ここはお引きください。しんがりは私が務めます。雪村殿、まさか死ぬ覚悟で。命を捨てるつもりなどありません。私はチャチャ様をお守りせねばなりませんか。危ないところでした。助かりました。感謝いたします。別に、俺は仕事をしただけだよ。申し上げます、木村重成殿。大阪城北東にて討ち死に。重成殿まで、なんてことだ。敵の逃げ足が落ちたぞ。今のうちに追いつけ。この場を生き抜き、次の戦に備えるのだ。そうだな、雪村殿。一人でも多く大阪城に戻ることが肝要。敵はまるで崩れない。これじゃ追いつけないぞ。毛利勝長と明石照澄は雪村に次ぐ大阪城守りの要じゃ。何としても逃がしてはならん。必ずここで討ち取るのじゃ。この先は進ませぬ。はいはい、平凡。やっぱり仕掛けてきたな、ショウ。追撃の指揮を取るのはマセミナ殿か。これはやはり捨ておけぬ。関東勢100万と将来、男は一人もなく候。おのれ、おとなしく聞いておればよいもの。この度もまた大軍をものともせず敵陣を目指すか。はいはい、片付いたな。これで邪魔は入らない。しょ、開門。団蔵殿はやはり油断ならぬ。サスケ、無理をするな。貴様一人の武勇や策ではどうにもならん。なぜわからんのじゃ、雪村。
勝打ち取ったよ。行くよ。将。お前など育てるのではなかった。やはり野に打ち捨てておくべきであった。言って言い草。そりゃ恩をあだで返してるけど、せめて忍びとしての道など示さねば。こんなことにはならなかったのにってらしくないね、師匠。俺は雪村様の忍びとして戦えることが誇らしい。この生き方を与えてくれて感謝してる。サスケ。だから行くよ。来い。良い武器は良い品が入っております。